吉田さん、私もね、20代、30代の前半からお金がむちゃくちゃない頃、まあ、ずっとなかったんですけども、あの、カップヌードルをね、特売で98円とか68円で買ってきて、それをいつも食べてたことありますね。まあ、別に私は体の変調は別に起きなかったんですけども、まあ、割といろんな味が楽しめてよかったなっていうのと、変化をつけるために、たまにはカップ焼きそばにしたりとかね、してましたね。焼きそば、ラーメン。 ラーメン焼きそば焼きそば焼きそばラーメンラーメンみたいな感じでございますでその時とある宗教,宗教団体に関わっていて教祖様とねお話しすることができたんですよで食生活の話になってでどんなもの食べてるって聞いてくださったんで私がねお金がないんで毎食カップラーメンですって言ってたんですよああインスタントラーメン食べてるんだおいしいよねって答えてくれてああ結構インスタントものにも理解あるなと思って ででてたんですよそしたらその京都様が「インスタントラーメンばっかり食べてると」って言うんですよでその後に「どうせ健康に悪いんだ」って言うんかなと思ってたんですよそしたらね「インスタントラーメンばっかり食べてると頭がインスタントになりますよ」<laughs> 言われたんですよね <laughs> つまりは食事っていうとお湯を沸かしてお湯を注いで食べてゴミ箱入れて食器の何 インスタントになりますって言ったんですよ。それがいい意味なのか悪い意味なのかはその時にはとても言えなかったんですけども、うん、ただやっぱりねあの食事って盛り付けたりお皿を選んだりバランス考えたりとかいろいろ頭使うことだろうなと思ったんですよ。うん、今ではね。なるほどなと思いました。うん、それでねよくねあの 栄養のバランスを考えて食べなさいっていう言葉もあったんですけども、大体それを言う人って昭和20年代生まれの方なんですよ。栄養のバランスを考えて食べた方がいいよって。じゃあ昭和20年代、栄養のバランス考えて食べたんですかって聞いたことがあったら、いや食べるのが必死だったんで、あるものは全部食べた。そもそも栄養のあるものなんて回ってこなかったって言うんですよ。それにしちゃタフだよね、みたいなね。 だから栄養のバランスって何なんですかね食料事情の悪かった昭和20年代全然人はね200万人も育ってたくましく高度経済成長を作ったわけじゃないですかで現代いろんな食べ物がね選べるようになってオートミールとか自然派食材とか無添加とか出てるんですけどもいいものを食べても体悪くなる一方ですね だから結局情報もそうだし食べ物もそうだしどう消化するかっていう自分の問題なんでしょうねきっとねどんないいものを食べても消化不良になっちゃうとただ流れて出てしまうだけでも水を飲んでも栄養に転化できるような情報の咀嚼力があればもはやねウイスパンを食べてもセールスにつなげられるってことなんでしょうねいってらっしゃい